付けの能力を使うよ。生物は それは男だったり女だったり、その日によって違うんだとか。おそらくそれも大枠の一部なのだと思うけど。ワイヤー装置が見えるわ。それを使えば向こうの建物も離れるかも。電気を送り込めば向こうの建物に情報ワイヤー。そこは隣接したビル同士が鍵のようになっているみたい。落ちても平気だけど安心して飛び降りてみて。安心して飛び降りてみて。飛び降りてみて。その後にターゲットを狙うように。ゲートモノイズを破壊。情報班より入電。少年も我が愛に惑うがいい。我が姿ミラー、愛おしい能力だろ。我が愛よ。愛とは迷うもの。少年、私の愛を受け止めておくれ。私の愛する部下たち、少年にあまりく愛よ。あっとき愛は痛みを伴う。どうやら正解のルートを選んだようだね。まさに愛の勝利だ。私の部下たちと心に向かって愛し合ってほしい。まさに愛の糸。そのワイヤーで私を縛ろうというのかね。落ちないように気をつけたまえ。我が愛の落とし穴。私の愛は天地をも覆す無限の愛。これぞ愛全部で呼ばれているわ。歌ったやつだ。我が愛よ。ちょっと酔ってきた。なんならモニターを切っても構いませんか。いえ、サポートくらい最後。少年、この先で待つ。はっ、そう。滅び行ったのか。ユキシタのようにはびこる人ならざる人外魔境アッチだ。セブンス能力アンリミテッドボルト。貴様らの存在そのものだ。人のように対する冒涜は罪だ。貫け神様、貫け俺が裁きを出す。ハッゆだて。あ
アロガントファン、まだ化け物ども、俺が根絶やしにしてくれる。受かって飛ばせ。アームドブルー、スパークシャリバー。貴様のスペックは外した。データとしては十分だ。一時離脱させてもらう。お前は何者だ。アキラ、刻んでおけ。貴様ら化け物どもを神に代わって断罪する。